してお店で一つでもできそうなことがあるんだったらやっていけばいいじゃんっていうことを含めて利用しカフェということをやってます。つまりこれこのアイデアの数は皆さんのその頭の中に入ってた部分をとりあえずこの何ていうのか一旦出したみたいな感じっていうのをやっていくとどうなるかっていうと、まだまだうちらなんかやることいっぱいあるじゃんっていうのと、あとなんかみんなで考えれば面白いアイデアっていうか取り組みっていうのはいっぱいあるじゃんっていうところに気づくと思うんですよね。何が言いたいかっていうと、みんながすごいってことなんですよ。でみんなでアイデアを出し合えばこんだけのものがあって、絶対どれか一つぐらいは絶対自分の店でもできることいっぱいあるんですよね。だから僕は利用者カフェを通じてみんなってすごいよねっていうことをまず再認識してもらって、でさっき言ったほら同業者はライバルじゃなくて仲間なんだよねっていうことあったじゃないですか。であればみんなでこういうふうにアイデア出し合って自分のお店でこうなんか売り上げにつながるようなことを、ね、考えられるんじゃないのかなと思って利用者カフェっていうのをやらせてもらってます。だからなんていうのかな、実は皆さんが主役であって、僕が前段階でお話をさせてもらったのはこのなんかアイデアを要は出しやすい雰囲気作りのために僕は今日来たんですね。だから、皆さんそれぞれの持ち寄ったやつを見るとすごい面白いっていうところに気づいてほしいんです。だから全然まだまだみんなでやればいろんなことが、ね、浮かび上がるっていうことなんですよね。なのでちょっと これからはですね、なんか僕ちょっと教えてほしいなと思ったのがあったらちょっと説明してほしいと思ってますので、これ誰ですかってそんなにバーッと長く話すわけじゃないでちょっと説明していただければと思ってます。この県人会って書いた人はどなたですか。県人会、はい、じゃあちょっと県人会、はい、はい、別にそんなもういや、そんなに深い意味ないですけど、なんか同じグループの人集めるといいのかな、猫が好きな人だとか、さっきの JR が好きな人だとかっていうカテゴリーの中で、何々県の人みたいな紹介があると、離れてる地域だったり、もしくは、北海道以外の人からこっちでお店やってる人で、実は僕何県出身ですみたいな感じで行くと、まあ、そこの親しみさんがまたちょっと違うのかなと。そのなんか、コミュニティ的な場所に利用サロンがなってくれると、まあ、集客もそうですし、失客も少ないのかなっていう感じですね。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。あとね、ここにね、ラジオ体操っていうあるんですよ。これはどうなるんですか、ラジオ体操。はい、どうぞ。ラジオ体操すいません、これは昔の実体験なんですけど、私が小さい頃にやっぱり店の従業員が朝やっぱり早く来てラジオ体操を何ですかね、駐車場でやっていたっていう記憶、またこういうことも知らない人が見たらここ何やってるんだろうなってすごい気にかけてくれるというか、アイキャッチャーみたいな形の中でのちょっと1枚でした。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、これ、なんかいろんな相談に乗るっていうふうにあるんですけど、これはどなたですか。はい、じゃあお願いします。いろんな相談に乗る。はい、どうも。うちあたりだと高校生とかが来た時に、まあ、将来の何ですか、まあ、いわゆる人との相談ですか、自分どうすればいいのかなとか、なんかそれの方向づけになれるようなことが一大人であると思って高校生も僕に相談してくれてると思うんで、そういう相談に乗ってあげれればまた、まあ、集客も増えるかなと。ここに行けば何か相談していいこと言ってくれるよなんて言ってくれ思ってくれればと思う。はい、ありがとうございます。ね、それだったらせっかくだったら過去の相談事例とそのアドバイスをね、こうまとめてみたいな感じでやっていくとなんかいいんですよね。
あとね、まあ、都内の一人でやってるお店、リユースなんですけども、やはりそのお客様の悩みを聞いて、でそれを解決できるお客様を紹介するとか、そういう形 でお客様同士をつなげたりとか、そういったことをされてる利用室があって、そこはもう客単価が1万2000円とか1万円超えてるんですよね。だから、ね、僕たちの一番の良さはお客様の情報があるっていうことと、お客様が考えてることが分かる、だからそれをこう解決できる人たちをこう組み合わせるっていうことをやると、また面白くなるんじゃないのかなっていうことはありますよね。でね、これ多分ね、複数の人がいると思うんだけど、なんかね、このまずね、バナナをあげるっていうのがあって、あとみかんをあげるっていうのがあって、で山菜を配るっていうのがあって、さらに玉ねぎを配るっていうのが書いてあって、ちょっとすいません、これを書いてくれた人は誰ですか、その配る系。はい、全部一緒。バナナあげるわ、で山菜あげるわ、山菜配るわ、誰、山菜配る、あ、絶対誰だよ、誰これ、山菜配る、玉ねぎは、江口さん、あ、じゃあ玉ねぎ配る、誰、玉ねぎ配る、はい、じゃあ出口さん来て、はい、口来て、みかんあげるもそう、はい、みかんあげるもそう、あとね、あとね、卵10円キャンペーンっていうのがありますよ、卵10円キャンペーンって誰これ、はい、じゃあそれぞれでしょ、なんか配る系の人たちです、なんか共通点なんかあるね、はい、じゃあどうぞ。玉ねぎ配るは単純に僕来たんですけど、あの焼肉店で、まあ、季節になるとごっそり手に入るので、それを、まあ、来たお客さんに俺の好きなものっていうことです。そんな感じです。補足があります、はい、僕らのお客さんとか玉ねぎ農家さんが羽物といってちょっと規格に合わないものを配ったりして、僕確か一昨年にフットサルの時に小さい、マイクいる、まあ、世界ではこっち来ればいいじゃん痛がるすぐ来るはい、北見の白川です。今日はお客さん、ありがとうございます。今話した通りなんですけども、規格外のものをもらったりするんですよ。それを、来たお客さんに配ったり、さっきも言いかけましたけど、小さい玉ねぎ、食べじゃないですか。あれ実は規格外のものなんです。本物はもうちょっとちっちゃいやつなんですけど、あれ売り物にならないものをもらって、それをお客さんに配ったり、というのもありかなと。はい。はい、ありがとうございます。バナナなんですけど、これすすきのの居酒屋さんで実際にやってたキャンペーンなんですけど、居酒屋さんで飲み終わった後に帰り、ありがとうございましたってバナナ一本作れるんですよ、居酒屋さんで。そしたら何って思うじゃないですか。で、まあそのまま食べれますよね。持って帰るも一応カバンにも入りますよね。で、何が言いたいかというと、意外性を他の人にバナナもらったんだよねって話したくなっちゃうんですよ、ね、そしたらあのお店ってバナナくれるんだよ、なんか知らねえけどっていうので、面白いお店っていう形で、まあ次行ってみようかな。したら意外と次他のものだったらまた面白いかもしれないし、本当にバナナもらったって言ってまた別にチャレンジ、口コミの意外性ですよね。そんな感じです。ありがとうございます。そういうことだったんですね。今日は目の前にバナナをあげるって書いてあったんで、じゃあお客さんあげるそういうことだったんですね。うちの近所に潰れたスーパーがありまして、そこに10円で卵をプレゼントするって言ったら、じいさんばあさんもんそこ来てて、でも最終的には布団を売られるっていうでもその人が集まるっていうことに関してはすごいんじゃないかな。あと無料じゃなくて10円っていうところがミソなんじゃないかな。お金を払ってるっていうことでこう来やすくなるっていうところはちょっと面白いんじゃないかな。でうちはやってないですけどねすいません。最終的には詐欺の話に投げる。はい、ありがとうございます。まあ、今日ちょっと震えなかったのかな。このまあ多分北海道とかもそうなんですけど、北海道をすぐ帰るときに北海道をあげるお店があって、その時にただ単純に渡すのはちょっと面白くないっていうことで、
お茶碗とサイコロを持ってきまして、こうやってチンチロリンってやって、なんか偶数が出たら2つとか、奇数だったらなんか1つとか3つとか、そういった感じでその一手間を加えるだけでお客さん結構喜んだりとか、あとさっきも見えたかな、ちっちゃい UFO キャッチャーみたいなのがあるんですよ、こんぐらいの。だからお子様になんかそのプレゼント、ちょっとした小物をあげるときとかは手で渡すんじゃなくて、その UFO キャッチャーをこうやってもらってで渡すと、それだけでも結構ね面白くて、でそれを導入するとどういうことが起きるかっていうと、まず大人が反応するという、そのちっちゃい UFO キャッチャーね、だから結構ね楽しいです。なんかネットとかでも売ってるのかな。だからその上げるときになんかその一つなんかこう、ただなんか一つなんかこう買わせるとまたちょっと印象が変わってきたりとかね、そういったのもあります。はい、ですね、あとはもうね、なんていうのかな、なんとかあれなんだけど、このこれデブさんペロ本を送って先ほどスライドにあったように、新しいのを置くとそういう興味を持つ人もいて、集客に使うのかなと思いました失礼しました。ラジオ出演ってのがあるんですけど、これラジオに誰か出てるんですか。そういうことラジオ出演、はい、じゃあお願いします。そうですね、今日はラジオ出演の日なんですけども、今日があるということで今日お休みしてきたんですけど、今日出てるということでラジオ出てるということで、ちょっと中継にラジオ発信ですね、お店をやってますということで出てくれと。せっかくだからちょっと宣伝し、なんていうラジオ番組。ラジオ番組は FM 小樽っていうのをやってまして、北見で聞ける。今なんかラジコラジコ聞けるのがあるみたいです。ラジコで聞ける。ラジコあれわからないですけど聞けるらしいです。来週月曜日。12時半ぐらいからやってます。特に仲間内4人ぐらいでやってる番組なんですけども、特に床屋の話はとか特にしてないですね。内容も本当に決めてなくて、その日のなんか気分でお話ししてます。その4人の友達ってのはどういうつながりなんですか。いえいえ全然、ちょうどこう何でしょうね、お店をオープンさせたとかちょっと近かったりとかして、たまたま仲良くなった仲間です。こんな長いかさっとさラジオ出演とかって言ってるけど、普通そんな簡単に出れるの。FM 小樽様出れます出ない方はぜひ見えていただければ。引っ越せばいいんだよ小樽。いや全然はい、来てくれれば全然大臣さんの日曜日に僕に報告してくれれば一緒にやります。すごいね。出たい出たいよね、みんなね。なんか横山さんちょっと好きだ。なんか企画組めるのみんなと一緒に。真面目な番組でもないので、集客はこれにしとくか、じゃあ